球団の歴史でいろいろクイズにしているということなので、はい、続いての方どうぞ3択になります。皆さんも 1,2,3 で3択していただきたいと思います。さあこちらのビッグビジョン見ていただきたいと思います。それではいきましょう。1問目、東京シリーズクイズ。さあ何か問題。東京ドームと神宮球場、直線距離ではどのぐらい離れている、おい、どのぐらい考えたことないよ。あ、1、4.5キロ。つば九郎先生分かってる。 5.5キロ。 3、8.5キロ。さあ何番でしょうか。 1,2,3 です。書いてらっしゃいます先生。タクシーでしょ。それを距離でって言ってるわ。タクシーで移動してるヒントそのぐらいです。じゃあちょっと待って、1番だと思う方拍手。1番だと思う方いない。2番だと思う方拍手。3番だと思う方、あ、これで2番が多い。それでは行きたいと思います。見せていただきましょう。せーの、どうだ。3番、2番、3番は1800円で 8.5 キロないかもしれない。それでは答えを見ていきましょう。さあどうだ、正解は、おお、ほぼここは皆さん分かんなかったし、ダメです。もうね、つば九郎先生だけガッツポーズ。1800円ぐらいですよね先生。1800円ぐらい、 4.5 キロ、そのぐらいです皆さん。勉強になるな。じゃあここは2人ともダメだということになりました。はい、残念です。さあ次の問題に行きたいと思います。次の問題が